メロエゴの石版。課題への息子は例への追悼文。スーダン北部の西島出土。現在は大英博物館所蔵。メロエゴは、およそ紀元前1000年から紀元前750年の間にヌビアで成立したクシュ人の王国で話されていた言語。およそ紀元前800年頃の古代ヌビアの碑文は、すべてヒエログリフを用いてエジプト語で書かれているが、 国家の成立から数世紀の間に、メロエ語による碑文も書かれるようになった。また、古代のヌビアの人命の研究により、おそらく、これらもメロエ語であったと考えられている。もともとく主人の王国の中心地はナパタであったが、紀元前300年頃に、現在のハルツムの北のメロエに、中心地が移された。この頃、エジプトに対する文化的な依存度が低下したが、 同じ頃に、独自の文字、メロエ文字による表記法が発展し、メロエ語が公的な記録に使用され出したことからも、そのことが伺える。メロエ語は、現在のところ十分に解明されていない。今までのところ、メロエ語を特定の語族と結びつけることはできず、推測することもかなり困難である。あとに、ヌビアにおいて、初期言語となったコヌビア語と似ている点も見られない。 メロエ語には古代エジプト語からの借用語がいくつかあるが、今までのところ短く、定型的な法能文を翻訳する以上のことは、不可能である。様々な学者やアマチュア研究者たちが、メロエ語と他の言語との関連を見つけ出そうと、試みている。例えば、1980年代には、近隣のベダウィ語をもとに、メロエ語の文献の翻訳が試みられた。しかし、 このような試みは、学会では、一般的に受け入れられていない。より新しい見方では、メロエゴが、ナイルサファラ語族に含まれるという意見が提示されている。遅くとも、期限300年頃には、環境破壊による、大変、あるいは、アクスム王国に対する、軍事的敗北のいずれかによって、クシュの王国は滅亡し、メロエゴは、死後となった。ホマーストルーム。 ハラルド・フォーケル、ロバート・ハスペルマス、マーチニエ・トール、エズ、メロイティック。クロッタローグ2.7、イエーナ、マックス、プランク・インスティチュート・フォーザ・サイエンス・オブ・ヒューマン・ヒストリー。http://glot.org/. t l o o g リソース /.languoid/.id/.mero12378 クロードリリー。 レインスクリプションズ D アフロンドフインレールユヌプルミエールクレバージョンズラコンプリヘンションジュメロイティックインレビュー D エジプトロジー54-2003 167-175ありがとうございます